綿棒、コーム、パーマに使う1液と2液のりになります。片方通常サロンでやっているやつ、片方はのりをつけないでこのまま上に上に。こんにちは、アケミーマニーです。本日ご紹介するのはセルフの眉毛パーマになります。実は私 2,3 年ぐらい前からブローリフトっていう眉毛パーマですね、海外ではワイルドブローって呼んでいます。私がやっていた時、その 2,3 年ぐらい前はバービーブローだったんですけれども、私自身もやってみてメリットデメリットとかっていうのを知っているので、まあ簡単にねセルフでできるので、それを今回ご紹介していきたいと思います。まずお家で用意できるものはこちらですね、綿棒ですね。綿棒と、まあ、このコーム、なければ眉毛を描いたりとかする時のペンのその反対側によくこういうブラシがついてるかと思います。あと通常では売ってないかと思います。美容トーン屋さんのとこに買っていただくことしかできないかと思いますけども、後ほどその URL も添付しておきます。パーマに使う1液と2液になります。とプラスこちらのりになります。これこちら後ほど使い方もご紹介していきますね。と私は敏感肌ではないのですが、敏感肌の方はワセリンのご用意をお願いいたします。こちらワセリンですね。また使い方もご紹介していきます。はい、ではまずワセリンを使ったバージョンでご紹介していきますね。まずワセリンですね、綿棒で取っていただいて眉毛の周りにワセリンを塗っていきましょう。お肌ですね、お肌を保護するためにワセリンを、パーマ剤がつくであろうところをワセリンでカバーしていきましょう。こちらワセリンを塗りましたら、今ノーメイクの状態です。もう何もついていない状態になります。この1液をですね、1液を眉毛にそのまま塗布していきます。綿棒を使ってこのまま眉毛全体に塗っていきます。私もフィルタータトゥーをしていて、主にもうこの眉山から外側、眉毛ない状態なので、このパーマ液はこの眉頭から眉山の手前まで塗布していきます。この1液の役割っていうのは、まず眉毛を軟化させることですね。形を変えるためにまずこの1液で、おおよそ、そうですね、私眉毛そこまで太くないんですけども、私だったら多分5分ぐらいでいいかと思います。結構剛毛だったりとか、かなりしっかりした眉毛だったら10分ぐらいですかね。また軟化しているかどうかのそのチェックの仕方もご紹介していきますので、それをちょっと目安にして次の工程に移りましょう。はい、こうやって塗っていきます。結構ムラなく塗ってもらいたいですね。ムラがあってしまうと、そこだけなんかパーマかかってなくてまっすぐの状態になってしまうので、もう無駄に塗布するぐらいで良いかと思います。眉毛があるところに塗布しましょう。特に男性の方はね、すごいボーボーの方はこの私が使ってる量よりかはたくさん使うかと思います。そこはもうもったいぶらずたくさん使いましょう。はい、ではとりあえずこれで5分置きます。眉毛パーマってされた方だったらわかるかと思うんですけども、だいたい1週間前後ぐらいでも根元が伸びてきてカックンってなるような感じになるかと思うんですよね。すごいサロンに頻繁に行けない方だったりとか、まあ自分でねこういう風にできたらいいかなと思うのと、メリットデメリットっていうのもあるんですよね。実際今日のやり方っていうのは、いわゆる一般のサロンがされているようなものなんですけれども、かなり皮膚にピタッてくっつきます。なのでよく眉マスカラを使う方とかだったら、なんか眉マスカラ塗りづらいなとかっていう感覚はあるかと思います。なので眉マスカラよく使う方とかっていうのは、万が一サロンに行くことがある場合は、皮膚にピタってつかないような状態でちょっとふんわり仕上げたいんだよねっていう一言を担当者の方に伝えるといいと思います。眉毛パーマも実際皮膚にパーマ剤を塗布するような形になるかと思うので、とそれぞれかと思いますが、
今はアレルギーでなくてもちょっと免疫力がこう低くなってしまっていたりとか、こういう花粉の時期だったりとかで、なんかいつもは全然痒くならないのに、なんか今回だけ痒いなとかっていう感じた場合は、あんまりこう続けず、パーマ剤になるので皮膚にすごい負担はかかるので、一旦お休みすることをお勧めいたします。はい、では5分経ちましたので軟化チェックをしていきたいと思います。軟化チェックなんですけども、眉毛がしなしなってなったりとか、私こういう眉毛の流れだったんですけど、逆の方向にこうやって向けてみて立つか立たないかっていうのをチェックして、かなりしなやかになってきたなと思ったら大丈夫です。万が一まだ全然こう抵抗してくるなとかっていう場合は、このまま置いても意味がないので、また再度塗布をして同じ放置時間5分でやってみましょう。で、まず私はもう大丈夫なので拭き取っていきます。もう歌舞伎みたいな眉毛になってるかと思います。もうこういう風に眉毛が言うこと聞くようになったら、パーマがかかる用意がされていると思ってください。で、これだけだとまだパーマがかかっていないので、この後に固めて2剤を塗布していきたいと思います。で、今綿棒で一応拭いたんですけども、またお水で拭き取りましょう。ティッシュだったり、今コットンでもいいです。しっかり拭き取りましょう。はい、ではまずこういう風に上に上げていきましょう。上にこういう風に、上にこういう風に上げて、眉毛が短いとなかなか上に上がらないです。多少ちょっと長さが必要かと思います。で、上に上げましたら、これを固定していきます。片方を通常サロンでやっているやつ、ピタってなるやつと、ちょっとふんわりのそのやり方っていうのはちょっとこっちでやりたいと思います。まあやり方全然簡単です。まずピタッとこさせるやり方は、のりをバーって塗っちゃいましょう。バーって塗ったら、これを綿棒を使って上に向けて、にょろんってなってたりするとそのまま固まってしまうので、こういう櫛で整えて、もういかないのは諦めちゃって大丈夫です。私の場合はここからここまでも眉毛がないので、ここからは結構すごいふさふさなんですけど、そこを主にかけていきたいと思います。ちょっと剥がれてくるやつはしっかり皮膚にピタってくっつけましょう。すごいことになってるでしょ、ほら立ってるでしょ。で、片方はのりをつけないで、このまま上に上に、もう自分の好きな流れを作って、このまま2液を塗布していきます。2液は1液と同じその放置タイムで置くといいと思います。私5分だったので、このまま5分放置していきます。これをまんべんなく広げていきます。根元から毛先までしっかり塗布しましょう。はい、でこっちなんですけども、ちょっとふんわり仕上げていきたいので、皮膚につけないでちょっとふんわり離すような感じでですね、眉マスカラ私したい派なので、あまり皮膚につけない方向で、はい、もうこの時点でも5分測ってしまいましょう。で、お肌弱い方はもう眉毛がなくてもクリームだけが塗布されているところは取ってしまいましょう。はい、これで5分放置します。はい、では5分経ちましたので2液を取っていきたいと思います。まずその糊がついていない方を取りますね。糊がある方はお水を使って取らないといけないので、ちょっと簡単な方から拭き取っていきたいと思います。はい、で次はこっち、まずパーマ剤2剤を拭き取っていきます。拭き取ったら、お水で糊とかいろいろ取ってしまいましょう。お水ですね。お水で残りのパーマ剤だったりとかっていうのを拭き取っていきます。
お家にいたらもう洗顔で全然大丈夫です。はい、終わりました。まあデメリットだったりとかも先にちょっとお伝えしようかなと思うんですけども、まずこのデメリットっていうのは T シャツを着た時によくあるあるだったのが、もう眉毛がもう下に下がっちゃってこうなっちゃう、でもなんか整えたのにすごいなんか爆発したような状態なんですけども、でもこれも整えてしまえば全然問題ないです。主にもメリットの方が多かったりするんですけども、自分の好きな眉毛の形にできたりするので、こういう風に外国人風に立ち上げたりとかするのもいいし、もしくはもうこういう風な流れ、こういう風な流れを作るのもいいですし、好きな流れが作れます。本当もこういう感じでこういう感じにするのか、もしくはもうちょっと優しめに横にこう流すかとかっていうのができます。で、まあ違いなんですけど、こっちとこっち見てもらったらわかるかと思うんですけど、こっちのりでビタってつけた方です。かなり皮膚にピタってくっついてるので、かなりすごい束感がある状態なんですけど、こっちに比べてちょっとふわっとしてます。なので眉マスカラをしたい方はのりなしでもいいかと思います。まあ、今ノーメイクなんで何をどうしても多分すっぴんには合わないので、とりあえず立ち上げておきましょうか。はい、こんな感じでお届けいたします。これとか多分綺麗に維持できる期間っていうのは約1週間ぐらいだと思います。2週間ぐらいになってくるとかなり元に戻ってきてしまったりとかするかと思うので、ご自身でやるんだったら週1ぐらいでいいかと思います。で、女子に多分肌の方とかも免疫が下がってきたら、こういうねワセリンとかぜひ使って対策をしていきましょう。眉毛パーマが終わりました。今すっごい旬なので、多分やりたい方いるかと思います。まあサロンで提供している方々もね、きっと多分セルフでやってる方多いかと思います。で、薬剤だったりとかによって全然放置時間だったりとか変わってくるんですけども、たまたまそのね、うちのパーフェクトラッシュのラッシュゴールっていうのがすごい粘度が高いものなので、本当この座ったままでもこう垂れてきたりとかもしてこないですし、まあ、そういう粘度が高い方の方がすごい安全かなと思うので、ぜひちょっとこれをきっかけに購入してみてもいいかと思います。ではこの動画がいいねと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録の方もお願いいたします。また何かありましたらコメント欄までどうぞ。では次回の動画でお会いしましょう。バイ。